まあ、今回はね、私たちはアイミーウェブルーションで、まあ、パイクスピーク初挑戦で行きました。僕も、まあ、パリ高からね、ちょっと3年ぶりの、まあ、競技会ということで、まあ、ちょっと最初ね、すごい力んでしまって、まあ、プラティクス初日、まあ、予選兼ねてたんですけども、そこの2本目でね、コースアウトしちゃったんですね。ちょっと気合が、ね、入りすぎてて、ちょっとオーバースピードだった部分もあります。で、まあ、その時、まあ、僕も、まあ、自分の中ではもう完全に、コースをね、覚えたつもりでいたんですけれども、僕はね、そのカーブ、コースアウトしたカーブを僕は3つ先のカーブとね、勘違いしてて、まあ、その時 S 字の連続で、ちょうど僕らの車でも170キロスピード出てて、ちょっと軽くブレーキをかけて入っていくコーナーだと思ってたんですよ、カーブだと。そしたらちょっと間違って、読み間違いでヘアピンになったんですね。で、もう曲がりきれずに、まあ、真っすぐ2メーターぐらいこう落ちてしまったんですよね。まあ、そこで、まあ、車のフロント部分かなり損傷を負って、まあ、私たちの車は、まあ、その車の骨格部分はこうパイプなんですね。丸パイプを組み合わせて、まあ、それにこうサスペンションとかモーターを乗せたり、まあ、構造なんですが、まあ、それにこうカウルがかぶせてあると、まあ、そこを落ちた時にフロントを押されてしまったので、まあ、そこのパイプが、曲がってしまったっていうのはあります。まあ、そこでもうその曲がってる部分を、切断して、で新しいパイプをつけて、まあ、溶接して、で、まあ、全くその走りに影響ないように狂いを出さないように、本当細かな手作業で、進めてですね、本当決勝までに車をもう完全な状態に、チームのみんなが頑張って直してくれました。やっぱりまずね、一生懸命ね頑張ってくれてるチームの、まあ、みんなに、まあ、余計なこう仕事をね、増やしてしまったわけで、まあ、大変こう申し訳ないっていう、まあ、気持ちとですね、まあ、もしね決勝出られなかったらもうリタイアになっちゃうわけですよね。もうそれどうしようっていう、もう本当にすごくもう、やっぱり焦りましたね。ただ車はね、なんとか直ってくれるっていう、まあ、目処がついて、でそのパイクスピークってその3日間にわたってロアセクション、ミドルセクション、アッパーセクションとこの練習があるんですけども、やっぱりルーキーは必ず1回はこれ走らなきゃいけないですね。で、まあ、今回まあ、2号車 のベッキーの車を借りてですね、まあ、ベッキーが2回練習して、まあ、3本目僕が、ベッキー車で本番コースを走ると。でそれで一応全部コースを試走することができました。まあ、決勝日っていうのはね、もう意外とすごく逆にリラックスできて、まあ、とにかくその普段のままの自分の走りをしようっていうふうにやっぱり思いましたね。やっぱりその背伸びをして、やっぱり無理して、まあ、走る必要ないと。それはもう車のもう完全に仕上がってましたし、まあ、すごくね、その今までそのずっと国内も初めテストしてきて、やっぱりいけるっていう、まあ、すごいいい感触があったんでね、とにかく自分らしい走りをしようと。で、まあ、僕自身ね、そのパリ高って全く思想なしで一発勝負で全開で砂漠走るわけですよ。だそういった意味ではね、まあ、一発勝負というのはずっと今まで僕はやってきたことなんで、まあ、自分らしく走れば、まあ、結果はおのずとついてくるなっていうのは思ってましたね。天候も良くてですね、まあ、頂上までドライ路面で走れたし、そんなに風も強くなかったんですよね。で、まあ、ゴールしてみて、まあ、我々たくさんのいろんな計測機材積んでるんで、そこ見たらね、10分30秒で出てたんですよね。でこれやったと思ってもしかしてこれはいけるんじゃないかっていう、まあ、ふうには思いましたね。で、
ものすごい気持ちよく走りましたね。もう完全にもうコース頭入ってたんで、まあ、自信を持って、まあ、アクセル踏めるところは踏んで抑えるところは抑えて、まあ、それであのすごくもうなんかこう晴れ晴れとした気持ちで、まあ、最後ねこうチェッカーを頂上で受けたんで、まあ、あの確かな手応えをつかみましたね。本当にあの皆様の、温かい熱い本当ご声援本当ありがとうございました。あの大変僕らも勇気づけられまして、まあ、今回の、ね、バイクスピークを臨みましたけど、皆さん最初ねドキッとしたかと思います。まあ、でも最後の最後にね、まあ、今回2位ですという結果でしたけれども、あの、まあ、自分的にはすごくあの、まあ、満足、まあ、できる結果だったと思います。まあ、ぜひ来年は1位になって頑張りますので、また応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。